りましょう。喫茶店がリニューアルオープン。クーポン券を配布しているので、ぜひ来てほしい。ん？もしかしてあのアクシズ教会の近くにある店かい？ああ、明日から新装開店するのだ。新しいメニューをたくさん用意しているので、ぜひ来てくれ。でもな、あそこはアクシズ教の息がかかってるって言うじゃないか。そういう噂もあるようだが、なかなか悪くない気分を味わえることは保証しよう。本当かい？あの連中は強引な勧誘で有名だし、気軽に顔を出していいのか。だからこそ気軽に顔を出すべきだ。そして気軽に顔を出したからこその洗礼もある。私も石を投げられたり、馬の餌を出されたりと数々の仕打ちを受けてきた。思い出すだけで体がうずく。すみません、急用を思い出したのでこの辺で失礼します。ああ、ちょっと勧誘はなかなか難しいな、この巣場。ああ、ずっと水の浄化ばかりで疲れてきちゃったんですけど。ねえ、ちょっと休みましょうよ。オープンは明日なんだ。そう頻繁に休んでもいられないだろ。スンスン、スンスンスン、いい匂いがするわ。カズマさん、何を作ってるのかしら。焼きそばだよ。この前海で作った時好評だったしな。この世界の連中にとってソースは珍しい調味料。匂いも強烈だから客を呼ぶにはうってつけだろう。確かに、こんな匂いがするお店なら入ってみたくなるものね。明日の開店に備えて一度作ってみたんだ。キャベツと青のりはもっと入れてもいいかもな。私も味見させてちょうだい。あと5ダース分の聖水を瓶詰めしたらな。わかったわ。水の女神の力、舐めないでちょうだい。ねえ、めぐみ、私たち、本当にこんな格好しなきゃならないの？今さら何をためらっているのですか？カズマ、着替えましたよ。じゃーん、美人プリーストから美人カフェ店員に変身ですよ。また幾多の男たちを虜にしてしまうのね。私って罪な女な。へえ、セシリーに任せたから不安だったけど、いいじゃないか。3人とも見た目は悪くないし、これならきっと。私の制服、メグミンに比べて少し窮屈なような。おい、アンに発育自慢するのはやめてもらおうか。このそば！しかしま、今回はお姉さんのためですしね。多少のことは目をつぶりましょう。さっき言ってた借りがあるってやつか？なあめぐみ、アクシズ教との間で昔何があったんだ？あれはまだ私が仲間を探してコーマの里を出たばかりの頃、アクセルの町を目指す途中でアルカンレティアに寄ったのです。今でもメグミンさんに初めて出会った時のことは覚えていますよ。凶暴なエリス教徒の連中から逃げ回っていたかわいそうな私をメグミンさんが助けてくれたんですよね。本当はエリス教徒に嫌がらせを続けるお姉さんが悪かったのですが、知らずにまんまと肩を持ってしまいました。もうそんなこと言って、コーマ族の高い知性を生かして勧誘を手伝ってくれたじゃない。そんな悪事に手を染めていたのか。悪事だなんて一色一般のお礼ですよ。あの頃はバイトを何度もクビになって、生活費もままならなかったですからね。生きるのに必死だったのです。アクシズ教会にお世話になる中で変なおじさんにも出会いましたし。変なおじさんではありません。
アクシズ教の最高責任者ゼスタ様ですよ。うん、そのゼスタ様が馬車代をくれたのですよ。そのおかげでようやくアクセルにたどり着くことができたのです。まさかメグミンとアクシズ教の間にそんな秘められた絆があったなんてね。うちの子たちって教会の外の人たちから煙たがられがちだけど、そういうところで隠しきれない心根の優しさが出てしまうのよね。アクシズ教の最高責任者だけあって頭のおかしさも最高レベルでしたが、ま、感謝はしてるんだろ。それはそうですね。出なければ手伝いなどしません。よし、喫茶店を盛り上げて教会の天井を直してアクシズ教へ恩返しをしようぜ。カズマ、そしてセシリー、喫茶店の売り上げの3割は俺が手数料としてもらうからな。ええ、修理費さえ残ればそれでいいわよ。ちゃっかりしてますね。このスマ